こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。昨日は和食ご飯という名の魚を焼くだけとか、だし巻き巻くだけとか、作り置きを盛り付けるだけの簡単夕飯でした。でね、実はね、もし早く使いたくって、昨日の夕飯でも使ってました。で、今朝がね、2回目だったんです。この、泡立て器もフライ返しも今朝がね、使うの2回目だったんですよ。やっぱ使いやすかったですね、これ。ほんと買ってよかった。なんか100円でこんだけ満足できるものに出会ったのはすごい久しぶりな気がします。めっちゃ気に入っちゃいましたね、これ。よかった、よかったよかった、本当に。これね、なんて言うんだろう、サイズ感がちょうどいいんだろうね。取っ手のところが長すぎなくて持ちやすくてね、スルッと、本当めちゃ良かったわ。で、奥の方のお鍋はね、ご飯を炊いてます。うちはね、炊飯器がないんですよ。もうね、かれこれ8年近く炊飯器ないです。もうね、全然ね、炊飯器がなくてもね、不便じゃない。ストーブで炊くので全然炊飯器より早いんじゃないかな、多分というか絶対ね。で、うちはね、ストーブで炊くね、いろいろ炊き方があるし、人によって違うけど、うちはね、沸騰するまで中火で蓋を開けっぱなしで沸騰させます。この今あそこに、今手前に引っ越してきました、これですね。本当に人によってね、様々ですよ、炊き方は。まあ、私この方法で8年ぐらいね、炊いてます。で、ストーブで炊いたご飯ね、本当に美味しいの。で、奥ではね、ザザッと洗ったフライパンを乾かしてます。で、今こうガタ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 沸騰してきたら、蓋をして弱火で10分炊きます。そして10分蒸らして炊き上がりです。で、炊き上がったらこう ほぐす。もうね、美味しいんですよ。で、こんなね、魚を焼きます。夫と息子は昆布さま、私と娘はね、鮭、どっち一つでもいい。もうね、もう久しぶりに鮭食べました。夫がね、鮭をね、好かんからね、あんまりね、買う機会がないけど、久しぶりに食べました。めっちゃ美味しかったです。そしてね、昨日はね、手抜きっていうか、まあ手抜きっちゃ手抜きをね、焼くだけだったりしたからだったので、盛り付けをね、そろそろ多分盛り付けに変わる。盛り付けをね、この久しぶりにプレートを使ったんですよ。そしてね、おにぎりにして盛り付けてあげたら、子供が喜ぶならまだしも、夫まで喜んでました。こういうご飯好きって言ってました。こんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、バイバイ。